外戦右翼外戦右翼とは、主に外戦者を使って政治的主張を流布する活動をしている日本に存在する右翼の総称。警察用語では行動右翼とされ、右翼団体とは一定程度区別して呼称される。一般的に黒塗りの大型車両に国旗である日照旗や事実上の国章である1680菊や政治的スローガンを描き、 軍歌などを大音量で流しながら政治的主張を行う右翼団体の総称として認識されている。暴力団参加にある団体も多数存在し、在日韓国、朝鮮人や被差別部落出身者が含まれていることもある。警察庁は昭和35年の安保闘争による共産主義革命への危機感を背景に行動右翼団体が誕生したとしている。同庁は 平成11年の調査で外戦活動を行っている右翼は約900団体約1万人とみなしている。知恵像、平成2年版には約50団体2万2000人とあるという。ただし、右翼の看板を掲げているだけで実際に活動をしていない暴力団の存在や所在不明な右翼団体、一人で複数の団体を 名乗ったり逆に一人で複数の団体に加盟したりで、公安当局が右翼の正確な数字を把握していないとの指摘がある。さらに当局は一度右翼として記録したら、右翼活動をやめても、資料から抹消されないことも指摘されている。外線者で外線活動を始めた右翼の元祖は、戦前には国会議員も務めた第二本外国党総裁の赤尾里氏とされている。 民族派右翼団体、一水会の代表を務めた鈴木国夫は、右翼なら必ず外戦者を持ち、外戦活動を行うとしている。右翼団体数の900団体はほぼ外戦者の数と一致する。なお、新右翼の維新政党、新風や財界系の日本会議なども外戦活動を行っている。一口に右翼団体と言っても、数多の組織が存在し、 そのすべてが、極端な愛国思想、暴力団の隠れ身の党であると一括りにはできない。外戦右翼の主張は千差万別であり、中路は、もちろんアメリカとの安保体制すらも、一切認めないという極端な孤立主義から、過去の侵略を反省し、中間両国との友好が重要であるという主張まで、数多く存在するが、外戦する際のスタイル自体にはあまり違いは見られず、 共通している。昭和40年代後半以降、右翼運動を行う傍ら街頭宣伝車を使用し、企業などへの必要な球団活動を行い、その中止と引き換えに、経済的な支援を得ようとする、暴力団体系の右翼団体が現れ始め、これが、いわゆる外戦右翼の始まりである。それ以前の行動右翼が含んでいた、思想面、とりわけ急進的、極右、 テロリズムを内包したものとは異なるものを指すのが、通例で暴力団によく似た姿形の男性たちによる大音量の外線の典型的なイメージを指して外線右翼と呼称する。外線右翼の活動は資金獲得が主眼であり、街頭宣伝者の普及により、少人数で効率的に資金獲得が図れるようになったことや、 昭和39年から始まった暴力団壊滅作戦などから逃れるために暴力団が政治結社を結成したことなどが外戦右翼拡大の要因とみられている。どの団体のどのような思想心情によった結社なのかといった内実面での区別はほとんど困難であり、単に外道宣伝車を使用し何事かを大音量で球弾している暴力団風情の者たちを指して、 外戦右翼と総称しているのが実態である。中には、奥崎健造のような反転のアナキストまで、外戦者を利用していたり、右翼団体を標榜している外戦者が大音声で、軍歌や、商歌などを流しパレードをしているだけであったりよく、内容のわからない文言をひたすら大音声で叫んでいるだけの場合もあり、外戦右翼の右翼的思想面は半然としない。広島県警察は、 外線者の威力を背景に、不当な利益等を得、または得ようとするものを外線屋と定義し、2003年11月、専用の相談電話、外線屋等相談電話を設置している。また、広島県は平成17年に、広島県不当な外線行為等の規制に関する条例を制定した。右翼本来の政治活動以外にも、社会活動として不祥事を起こしたり、 テロ支援国家に対して何らかの支援をしている企業に対して抗議活動を行う団体、個人もある。企業側が解決策として彼らに利益供与を行うことがあり、これが企業に対する恐喝事件として摘発されることがある。これをもって外戦活動をする欲とは暴力団や総会屋の隠れ身のに過ぎないという見方をされることもある。警察は 暴力団系の右翼団体を、否定的ニュアンスで、右翼標榜暴力団、エセ右翼と表現している。その他に、偽装右翼とも、営業右翼とも言う。なお、否定的ニュアンスを込めずに、単に暴力団系の右翼団体を指す場合、任教系右翼という呼称が使われることが多い。任教系右翼には、稲川会系の対抗者や日本公民党、有国清志新道誘会。 住吉会系の第二本主公会、山口組系の市政会議、住吉会系の日本青年社があり、行動右翼と呼ばれる一方、国政選挙への出馬を行ったことがある。警察庁は、平成16年の広報をし、商店警備警察50年で、1970年代以降に取締りを逃れるため、暴力団が政治結社を結成したとの見方を示している。そして、 バブル崩壊や暴力団対策法によってしのぎが減った者が新たに右翼活動へ接近したとしている。つまり偽装右翼はエセドア行為と同様にその形態を恐喝や脅迫といった経済的な利益に利用する人々の集団との考えである。歴史的には暴力団と右翼団体との関わりは大正期より存在する。原隆首相と 常並武次郎内ジ賞が支援して組織されたバクトと、土建系任教の全国的組織である、大日本国水会は6万名の会員を要したとも、言われ、国体五字と日本の共産化阻止を掲げて、暴力的な直接行動を行った。労働葬儀介入、ストライキ破り、ブラック解放運動攻撃など、時の財閥、政界、軍部は、 資金的な援助を行った大左翼の民間暴力装置と位置づけられた。八幡製鉄、大阪市電葬儀のストライキ破り、奈良県下での水平社との衝突事件を起こしている。他にも大日本正義団、東海連盟など、大正期に任教系の右翼組織が組織され、数々の事件を起こしている。昭和20年に第二次世界大戦が終わると、昭和25年までに、 日本反共連盟、日本反共同志会、日本天狗党などの任教系右翼団体が結成されている。さらに、オウム真理教の村井秀夫幹部を殺害して逮捕された自称右翼の男が自称韓国籍であることなどが報道され、右翼団体に所属する在日韓国、朝鮮人が存在するのは事実である。しかし、右翼団体における在日韓国、 朝鮮人の構成の割合について、過去に網羅的、定量的な調査が行われた事実はないため、外戦右翼に、どの程度の在日韓国、朝鮮人及び、朝鮮系日本人が含まれているのかは不明である。ただし、上述の菅沼の証言によると暴力団、構成員の3割は在日韓国、朝鮮人であり、多くの暴力団が、 右翼団体を参加に持っていることを考えると相当、数の割合を占めているのは間違いないと思われる。ヤクザ映画、仁義なき戦いを代表作に持ち、徹底した取材で知られる笠原和は在日コリアンの暴力団員が日本名を名乗る理由を次のように説明している。ヤクザとは右翼であり、右翼は皇室と直結していることになっているのに、 朝鮮人が朝鮮名のままで日本のヤクザの親分になるのは周りのヤクザが困るし信用しない。そこで出世して組長になるには本人が好むと好まざるとにかかわらず日本人名を名乗らざるを得ないというヤクザ社会の理屈があるというのである。その他の有力暴力団印象は26年の公職追放の解除以来戦後の右翼団体はおむね新米反響であり。 その背景には朝鮮戦争の発生や冷戦の下での日本の再軍備化があった。そのため朝鮮人排撃や中国人排撃を積極的に行う団体があり、在日外国人社会との関係は当初から濃厚なものであった。当初は反米右翼団体も有力な活動であり、旧軍人や戦前の右翼活動家の中には戦後の新米、 安保一辺倒の政権を変説とみなし、日本国憲法や戦後体制に批判的な活動家がいた。国境内戦や朝鮮有事など、現実の軍事衝突を反映して、日本国内の在日外国人社会も対立しており、それは右翼活動にも投影されていた。55年保守合同により憲法改正、再軍美派の反米右翼の多くは政業に復帰し、 保守恩恵派に組み込まれてゆき、これにまつろわない過激な活動家が右翼団体、右翼結社として取り残されてゆくことになる。戦前の体制を重視する行動派は、皇室批判から皇室廃止を主張する同和団体と激しく対立し、新米保守を標榜する正義派などは反北朝鮮、反中共、反を主張する中で在日民族団体と対立し、 これらは、童話差別や、民族差別との批判に対して、次第に、姿勢の共感から乖離してゆくようになる。一方で、北方領土球団や沖縄返還球団など広く、支持を集める活動もあった。かように、右翼活動の中にも多様なスペクトルを含んでおり、ある右翼団体の活動が、童話行政に同情的だ、在日韓国社会に親和的だ、反米的だ、 などといった現象から互いに疑心暗鬼になりがちな要素があり、あるいは現実に国外勢力の政治工作活動の介入を疑われやすい素地があった。著名人の中にもこの主張に同調する人物もおり、例えば大学教授の藤岡信勝は外戦右翼が自分に断りなく藤岡の名前を横断幕等に書いて、 日本教職員組合攻撃していることを逆宣伝だとして、外戦右翼の裏には外国や反日勢力があることを疑ったことがあると語ったことがある。警察白書によれば、竹島の貴族問題をめぐっては、平成8年以降、延べ数百団体が数百台の外戦車を用いて、全国各地で外戦活動を展開し、韓国大使館への車突入。 韓国総領事館付近への火炎瓶投敵といった事件を引き起こしている。川原博同結社会長のように自らの小指を切断して韓国軍と共にロブゲン韓国大統領に送りつける者も,もいた。韓国大統領来日時にも靖国神社や歴史教科書問題への抗議のために、延べ数十団体が韓国を批判する外宣活動をした。 在日韓国、朝鮮人の権利拡大にも反対し、永住外国人に対する地方賛成権付与問題、地方公共団体における公務員の国籍情報撤廃について反対する外宣活動を行った右翼団体があることを警察白書は報告している。実際、対抗者のホームページのトピックには中国だけでなく、韓国、北朝鮮に対する批判と警戒感が表されている。 また、昭和49年2月に NHK が放送したドキュメンタリー番組、ルポルタージュ日本のある右翼の誕生という回では、元暴走族の在日韓国、朝鮮人2世の青年たちが外戦活動する右翼団体を取材。在日の暴走族が右翼になったのは、道路交通法改正によってできなくなった集団走行が外戦車に乗れば政治活動になり、 表現の自由ということで検挙されないという単純な動機であった。日本社会の中で行き場のない在日の少年はとにかく集まりたいということでクリーニング店を営む右翼の代表者の事務所が彼らの溜まり場となっていた。なお、暴走族の右翼団体入りは昭和53年の道路交通法改正で行き場を失った暴走族に呼びかけて左翼に対抗して 少年を動員しようと呼びかけたことが大きかったが、数年のうちにほとんどが右翼活動から脱落していった。新宿の暴走族マットスペシャルが結成した国防青年隊も100人いた隊員は8年後には3名から4名だった。右翼団体に関するこれまでの学術的研究やジャーナリストによる取材などから工作活動説を支持する事実関係が明らかになったことはない。 戦前からの右翼の流れには西洋文明に対抗してアジアが大道団結するアジア主義が潮流としてあり右翼は孫文の革命運動への支援を行ってきて中国大陸へ渡ったりもしていた当時日本統治下で公民化教育を受けて育った朝鮮人の中にはこの日本を名手としてアジア諸民族は団結せよとの主張に共鳴するものが少なからずいた 例えば、極真空手の大山マスタツはこの世代である。右翼団体の主張が、排外的とするのは一面的な見方であると言える。思想右翼の民族主義に対して、行動右翼の思想的基盤は、反共主義にあるため、反共、反北朝鮮であっても、反米、反大韓民国とは限らないからである。反体制。 反米を胸とする民族派右翼や新右翼とは異なり、任教系の行動右翼の主張は、反響を国是としている韓国、そして日本政府、自民党と根本的に対立するわけではなく、事実、行動右翼は、北朝鮮か客船万元本号の日本入港に、対して在日本大官民国民団と共同して、1970年代より抗議行動を行っているという、 これらの事情に目をつけたのが吉田茂内閣で法務総裁を務めていた木村徳太郎である。共産主義運動に手を焼き昭和35年の日米安保条約改定に向けて警察力の整備に不安を抱いていたことから20万人の暴力団を組織化して共産主義に対抗する愛国反共抜刀対抗争を発案した。これを受けて暴力団に 顔の気右翼の大物、小玉義雄が動き出した。小玉は自民党の血統資金も提供したと言われる政界のフィクサーとも呼ばれる人物であった。この構想を機に敵野系組織は東京外商組合、日本外商連盟を結成して、総裁に自民党員外総務、海原清平を迎え、また一方のバクト系組織も日本国水会を結成して、 暴力団組織の再編が進んだ。この構想自体は、吉田の承認を得られずに流れるが、現在では、右翼と暴力団の一体化を進める原動力になったとの評価がある。事実、木村は37の右翼団体を、法友会として、救号保安隊支援圧力団体として使ったという。小玉は、その後、 右翼と暴力団による昭和38年に東アジアの諸民族の団結を歌う東亜同友会の結成を拡作。小玉が働きかけた暴力団の中には在日韓国、朝鮮人で組織する町井久幸の統制会もあった。町井は朝鮮戦争時は北朝鮮進派と抗争し GHQ 参謀を第2部に雇われてストライキ破りを行うなどした。 反共活動に最も熱心だったのは彼らだったと言われる。東西冷戦下の反共思想とは別に政治的無関心も在日韓国、朝鮮人の右翼活動を可能とする見方もある。かつて右翼団体が暴走族をリクルートすることが話題になったが、右翼団体が暴力団や総会屋のようなアウトローの受け皿となり、政治的主義主張とは無関係に、 右翼活動を単なるしのぎとして構成員は割り切っているとの推測である。また、ある社会における少数派出身者が極度に保守的、伝統的立場を取ることがあるとして、これは少数派出身者がある社会に受け入れられるために、忠誠心を見せようとすることがある。例えば第二次世界大戦時の日系アメリカ人が、第442連隊戦闘団の奮闘等で、 アメリカ合衆国に対する忠誠心を見せたことはその最たる例だと言える。また他国の日系人も日本国に対して忠誠心を持っているとは言い難い。また行動右翼ではないが日本に帰化した荒井正慶が自民党に属し国を守るための会見論議を主張したこと等も挙げられる。荒井の他にも国史的言動で知られる在日韓国。 朝鮮人には元プロレスラーの前田明がいる。さらに、日本に、好意的な在日韓国、朝鮮人でも、午前下のように、工作員呼ばわりされることがほとんどない人物も、存在する。ありがとうございます。